スーパー百姓を目指してオランダで農業を勉強しています、サキです。皆さん、ワインはお好きですか？今回お届けするのは、9月に訪れたワイン畑での調査の様子です。ご縁があり、オランダのまた別のある大学研究センターで研究をしている日本の方から測定を一緒にしないかとお誘いがあり、ご一緒してきました。9月に入って涼しくどんよりした天気が続いた後の急な日照り高温の一日で、青空は清々しく気持ちよかったのですが、外での測定作業には少し暑すぎたかなという一日でした。ブドウの生育や光合成、土壌分析、ドローンを使った気温っていうか、植物の個体の温度と、あと光の分析などをすることで、植物の環境ストレスと生育との関係を調べるそうです。ちなみに訪れたのはアムステルダムの少し東に位置するリリスタッドという町のブドウ園。生物多様性を重視した栽培をしているそうです。研究対象には観光農法の場所でも良かったそうなのですが、このような、研究、土とか植物、環境ストレス、このような研究に興味を持ってくれるのはオーガニックの農家の方が多いそうです。私が担当したのは何の変哲もないメジャーでブドウの個体をひたすら測る作業。チームを組んだ他の2人は光透過を測る機械で葉っぱをひたすらこう計測していました。他にも光がどれくらいの強さで当たっているのかというのを調べる機械や、あとはトラクターの後ろに何か機械をつけて、その土を掘ってトラクターを運転して土の温度や、なんだろう、 pH かな、栄養かな、そのようなものを調べる、そんなこともやっていました。10月下旬にはブドウの収穫をして、重さ、実の重さを測り、環境ストレスや光合成、生育と、あとは収量、加えてもしかしたらそのブドウの実の糖度もの関係も調べるそうです。日程が合えばまたご一緒したいので、そしたらまたその様子もお話しできると思います。研究自体は面白い、興味深いと思いました。植物の未知の世界、生態に迫っていく人間の知的好奇心ですね。しかし、初めはその葉っぱの形が綺麗、色が美しい、蜘蛛の巣がたくさんと命として見ていた風景が、しばらく計測を続けていくうちに、高さ、数値として計測の対象として見るようになってしまい、そんな自分に虚しさも感じてしまいました。きっと生命科学だけではなくて、他の科学や社会科学にも言える起こっている現象なのかなと思います。数値化したい、細かく見たい、分解して分析したいがゆえに、全体をつなげているもの、流れているもの、命、エネルギーなどを見失っていってしまうのかもしれない。研究している人たちを否定しているわけではありません。でも私自身にはそのような作業は向いていないかなと。もちろん栽培する過程でその観察したり記録したりするのは大好きですが、観察記録が目的となってしまうと、夢中にはなりそうですが、自分の心にどこか満たされないところが残りそうです。測定が終わった後にはワイナリーで試飲をさせてもらいました。白3種類かな、加えて赤も。私は普段お酒を飲まないので、試飲だからちょっとねと言ってちょっと注いでもらうはずが、感覚が違うのか、意外と多くて頑張って飲み干す羽目になりました。美味しさはそれほど分からずにいませんでしたが、違いは分かりました。その白3本のお土産に買っていただいたワイン1本には、再来週にある友達の誕生日パーティーで活躍してもらう予定です。卒業、帰国後に育てたいもので頭がいっぱい、たくさんの私ですが、ワイン用のブドウはさすがにいらないかなと。もしかしたら将来変わるかもしれませんが、今のところ好きなお酒には出会っていません。飲み物を育てる、やるんだったらお茶ですね、お茶っ葉。ということで、スーパー百姓を目指してオランダで農業を勉強しています、サキでした。バイバイ。